ネプツニウム、ネプツニウムは原子番号93の元素。元素記号は NP アクチノイド元素の一つ。また最も軽い超グラン元素でもある。銀白色の金属で天性、塩性に富んでいる。常温、常圧、摂二25度、午前1時での安定な結晶構造は斜方象二280付近からまさかた明ら形となり。 さらに580付近より耐震立方構造 BCC が安定となる。比重は20.45、有点は640、沸点は3900。原子化はプラス3からプラス7か、プラス5かが安定。熱物ニウム239の半減期は2.4日。ウラン238は天然にも存在するので、熱物ニウム239。 プルトニウム239は天然にもごくわずかに存在する。他に、ネプツニウム 236, 半減期15.4万年、ネプツニウム 237, 半減期214万年などがある。ネプツニウム237はネプツニウム系列、ネプツニウム237からタリウム205までの崩壊過程の系列の親各種である。この系列の元素で、 半減期が一番長いネプツニウム237でも半減期が214万年しないためこの系列は天然には極めて稀にしか存在しないが最終系列各種伸びすますタリウムはごく普遍的に天然に存在するまたウランコウの中から極微量のネプツニウムが各種崩壊の際の副産物としてしばしば発見されるネプツニウム237は 核兵器の爆発によって生成する。1934年にエンリコフェルミラのグループは様々な物質に中性子を当てる実験を行い、質量数が一つ大きな同位体となった後にベータ崩壊して原子番号の一つ大きな原子になることを観察していい。その中でウランから生じた核種の中に鉛以上の核種としては同定できないものが一つあったため、 93番元素の可能性が示唆された。これについて、オットー・ハーンやリーゼ・マイトナーらが詳しく調べたところ、多くのベータ崩壊が見つかり、93番以降も97番元素まで合成が進んでいた可能性が示された。しかし1938年の末頃になって、観察された多くのベータ崩壊は、ウランの核分裂で生じた。 バリウムなどの放射性同位体に由来することが判明した。しかし少なくとも半減期23分のウラン同位体のベータ崩壊については確認されたため93番元素の可能性は残された。ネプツニウムはまたニッポニウムの事例に続いて日本人が発見に関わっていた元素としても知られる。1940年に理科学研究所、理研では逆に ウラン238から中性子を1個取り除いたウラン23の合成実験を独自に行っている。その β 崩壊が確認できたことからネプツニウム237が生じたことになり、西名義雄は93番元素の存在を見出した。しかし当時利権では単利までいかなかったため発見とは認められず、第二のニッポニウム実現には至らなかった。その直後、 1940年の暮れになると、マクミラン、アベルソン、アーベルソンが、ウラン238に中性子を当てて、ネプツニウム239を作った。こちらは、単理が実現したため、人工的に作られた最初の超ウラン元素として認められた。海王性のネプチューンが根源となり、ネプツニウムと名付けられた。くしくも、 その元素記号はかつて幻に終わったニッポニウムと同じ NP が当てがわれた。なお21世紀初頭現在では過去に提案された名前は混乱回避の観点から新元素の名前としては使えなくなっている。ネプツニウムは外観は銀のようで他の元素と活発に化学反応を起こす。また、ネプツニウムは温度によって結晶構造が異なる。また、 ネプツニウムは4つの酸化状態が存在する。ネプツニウムはプルトニウム238製造の際に用いられる。また、ネプツニウムは燃えないウラン238が中性子を浴びて原子力発電等に使用されるプルトニウム239に中性子捕獲各種変換する中間性生物でもある。高速増殖炉のブランケットで劣化ウランを プルトニウムに変えるのがこの反応である。なお、アイソトープ電池に使用されるプルトニウム238は、ウラン238の D2N 反応で、ネプツニウム238を作ることで生産されている。ネプツニウムは核分裂性で理論上原子力燃料として使用することができる。年にはアメリカ合衆国のエネルギー省が ネプツニウム237が核起爆装置のために使用できるという機密扱いの事故を解禁した。なお、核兵器製造には利用されていない。前述のように戦時中は利権がネプツニウムの発見を自力で行っている。その技術は核開発につながる懸念を生み、戦後処理の一環として利権の加速器は破壊処理された。以降、日本は 日本ニ,ニウムの発見まで60年近くにわたり、元素発見の最前線から遠ざかることになる。ネプツニウムは、ウランコウの中から、極微量を見つかる。特にネプツニウム237は、ウランコウ中において、プルトニウム239生成の際の、副産物として、しばしば発見される。このため、プルトニウム239の親隠しとして、 ネプツニウム239の存在も確認されている。ネプツニウムには安定同位体が存在せず、すべてが放射性同位体である。ネプツニウムには19の同位体が存在し、質量範囲はネプツニウム225からネプツニウム244まで及ぶ。比較的安定している同位体は214万年の半減期を持つネプツニウム237。 15万4000年の半減期を持つネプツニウム236、396日の半減期を持つネプツニウム235が存在する。残りの同位体は4.5日未満の半減期を持っており、また、大多数これらの同位体のほとんどが50分未満の半減期を持っている。また、ネプツニウムには4つの核異性体の同位体が存在し、 最も長い半減期を持つのは NP で22.5時間の半減期を持っている。このような化合物は土の中やウランコウの中に極微量を含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。